ようございます、七尾です。今日はね、地元の里山、松尾山に登ります。ここをしばらくね、雨続きとちょっと膝の調子も悪かったんで、山からしばらく離れていまして、今日は、リハビリハイキングですね。山道具、ソルストーブ持ってきてるんで、ソルストーブで山ご飯作ってちょっと遊んで帰ろうかと思います。それではスタートします。ここはね、西宝寺との分岐になります。で、松山山頂を向かうのがこっちですね。どっちへ向かうでも行きます。松山の方行きます。はい、そしたらね、眼下に渡月橋が見える展望台に来ました。はい、こっちが岩田山、猿山ですね。で、こっちが佐賀市内、京都の市内方面です。松尾山山頂三角点、三角点タッチ。松尾山山頂です。はい、ちょうど温度計あったんでね、32度ですね。今湿度が 60% ぐらいですかね。それでもね、日陰で風が吹くとちょっとやっぱり涼しくなってますね。ここはやっぱり真夏の違いですね。秋の気配、夏の終わりを感じるいうところでしょうか。から山頂もね、少しだけ眺望が開けています。開けるいうほどでもないですけど。それではね、松尾山山頂を後にして、ちょっとね、渓流が降りたところあるんで、渓流の方行って、そこでね、デイキャンプ言うたら大げさですけど、ちょっとそこで火使って山飯作ろうと思います。はい、ハイキングコースの一番最も苔寺寄りの展望台ですね。休憩所、展望台言うほど展望は開けてないですけど、休憩所です。
今日はね、炭入れ、アッシュトレイですね。これ持っていく。これで片付けます。はい、それではね、もうすぐコケ寺まで戻ってきました。それでは今日のね、リハビリハイキングはこれでおしまいです。どうもご視聴ありがとうございました。